オリオールズ時代、フレディリー・バイナム・ジュニアは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州出身の、元プロ野球選手。2000年に、ドラフト2巡目で、オークランドアスレチックスから指名を受け、プロ入り。オリオールズでは、外野手登録となっているが、2006年はレフトが13試合、ライトが8試合、センターが3試合なのに対して、セカンドも18試合守っている。打撃は特別よくはない。 2007年はショートを15試合守っている。2008年にボルチモアオリオールズより解雇された後、ワシントンナショナルズのマイナーリーグ組織でプレーしていた。アトランタブレーブスに対して相性が良く、2006年は14打数4アンダ4、打点で打率、286とシーズン打率、257に比べると高い水準を保っている。また、 2006年は4本のホームランを放っているが、そのうち2本はこれもまたブレーブス戦で放っている。2010年3月、オリックス・バファローズに入団。背番号は、清原和弘が引退して1年間空き番となっていた。5。成績不振で解雇されたホセ・フェルナンデスと、交渉決裂で対談したタフィローズの後釜として、バルギリスと共に期待された。 開幕当初は主にダイソー要員として一軍に帯同。4月27日の対日本ハム戦で、前の試合で敗戦につながる、痛恨の失策をした、後藤高村に代わって、二類種として来日初スタメンとなるが、5回裏に痛恨のタイムリーエラーをし、それが決勝点となり、敗れ、5月3日のソフトバンク戦で、同点で迎えた6回裏の虫満類で、 代打起用され一球も振らず、見逃し三振に終わり、翌日に二軍降格。チームの B クラスが決定した後、9月28日に一軍昇格し、残りの三試合でスタメン出場をするが、公式戦最終試合の10月1日対ロッテ戦で、初回に逆転を許す失策をし、最終打席で内野ゴロながら、来日初打点を記録するも、4から5で敗れ、ロッテは、 クライマックスシリーズ進出を決める。1軍での試合出場は16、打率、138、1打点、2軍では74試合に出場して打率、282、リーグ最多の8、3塁打、チーム最多の16、盗塁。球団は、翌年も契約を更新する方針で、10月のフェニックスリーグにも帯同し、10月23日の、 試合ではサイクルアンダも達成した。しかし条件面で折り合いがつかず1年で退団した。2011年セントルイスカージナルスとマイナー契約し4月に解雇されその後は一般職に就く。ありがとうございます。